東京プリ散歩イエーイ皆さん大好きな東京プリ散歩の時間がやってまいりました。プリ散歩大好きって結構何人かの方から言っていただいたので、えっ、ー、と、調子に乗って自然体で今日もやってみたいと思います。えー、こちらは、えー、っと、お寿司屋さんですね。お寿司屋さん。 なんかね、すっごいね、お寿司が食べたくなったんですね。こちらのお店ですね。あの、なんかね、築地のお寿司みたいなのがね、食べたくなって、あの、一人で行っちゃいました。あの、これはね、いろいろまあ、都内に結構何店舗かあるところなので、ちょっとあの、店舗とかは伏せさせてもらうんですけれども、あの、前ね、 えっと、その店舗によってね、でも味とかクオリティが多分ね、微妙に違うとは思うんですけども、王子とこないだ行って、あのー、そんなにそこまですごいあの、期待せずに入ったんですけれども、あのー、美味しかったんですね。思ったよりすごい美味しくって、ヒットだったので、また私一人で行きました。この店はいろいろあって、まあ、母ともね、あの、結構あのー、 えっと、ここじゃないんですけど、この店舗じゃないけれども、また別の店舗なんですけども、行ったりとかもしてました。結構あの、本当に何店舗ぐらいあるんだろうね。10店舗ぐらいかな。それ近いぐらいあるんじゃないかなと思うんですけども。で、私は、えっと、こちらの築地1800円っていうのを食べました。これはね、あの、メニュー表の中だと、 多分一番ぐらいかなわかんないけど結構あの、えっ、ー、と、こういったなんか回らないお寿司屋さんなので一応、それにしてはあの2000円以内なのでお手頃なんじゃないかなと思って、前あの王子と入ってみた時にもうこの築地を食べたんですけども、これはね結構その私たちが行った店舗ではなんだけれども、美味しかったんですね。ヒットだったんですね。 なので、こちらを、あの、またね、迷ったんですけど、これにしました。こちらと迷ったんです。この寿司粉、2500円と迷ったけれども、私、あんまりね、実は数の子とか、えっ、ー、と、こちら、プツつツブの、おうは大好きなんですけども、いくらかないくらとか数の子とか、そこまで別にも食べられるんですけども、そんなに実はそこまで好きじゃないんですね。なので、 こちら、この間食べて美味しかったので、またあ、ね、あの、ね、あの、この中ではお手頃だし、こちらの築地にしました。じゃん。で、こちら、他もご紹介すると、おまかせ3800円、特選握り3000円とか、まあ、こんな感じの、まぁ、あ、3000ぐらいする感じの、まあ,あの、お寿司屋さんのセットっていう感じですね。こういうのもあります。 なんか特にランチとかはなかったのかなわかんないけどもあの夜も昼も同じような感じのメニューだったかなランチタイムとかに間に合えばおわサービスぐらいはあるみたいな感じでしたでこれはあのそう到着しました <laughs> 築地のセットが到着してなんかすごいねちょうどいい感じなんですねこんな感じで鉄火巻きがあって あの他も私白身のお魚とかアジとかも好きなのであのエビとかねアナゴとかあの卵も入ってるしなんかすごいあのちょうどいい一応中トロもあるんです赤身と中トロもあってでこの鉄火巻きはね結構わさびが効いてるんですね <laughs> なのでちょっとツーンってなっちゃいます握りの方は大丈夫でした ね、こんな感じですごくねあのバランスがいいっていうかねすごいいろんな意味ですごいちょうど良かったんですねあの味も美味しいしあのお値段もちょうどいいしなんかいろいろちょうどよくてで私が行った時間帯はもうすごい空いてたので平日なのでねまあゆっくりもうほぼ貸し切り状態みたいな何組かはいたかもしれないけれども私の周りの席はほぼ人がいなくってすごい楽でした でこんな感じで一人でゆっくりとあの美味しくいただくことができました。すごいねちょうどよかったです。あもう終わっちゃうので丸2に続きます。見てね。